今回は覆面アーティストバンクシーが生まれた土地ブリストルを紹介します。アートにあふれたカラフルな港町、街全体が美術館のようで街歩きも楽しかったです。それでは動画スタート。ブリストルはイギリス西部の港町、人口は40万人ほどで国際色豊かな町です。ロンドンからは電車で2時間ほど、バスでも3時間ほどで行けるので、ロンドンを拠点とした旅行プランに日帰り旅行で加えるのにもおすすめな街です。スプレー缶で壁などに描かれるグラフィティアートで有名な街でもあり、街中で様々なアートを見つけることができます。ロンドンに比べると日本人は少ないので留学先としても人気な街です。今回私はロンドンから日帰り旅行でバンクシー作品巡りと有名なクリフトン吊り橋を見に行ったので、その時の様子をシェアします。まずはクリフトン吊り橋。この橋は1864年に完成し、鉄橋で作られた橋としては現存する世界最古の吊り橋の一つとされています。150年近くにわたり世界中から観光客を魅了し続け、地元の人たちにとっても散歩しながら景色を楽しむ人気スポットになっています。この橋の設計計画は1754年に一人のブリストルのワイン商人が残した遺書をきっかけに始まりました。その遺書には彼が残した1000ポンドを自分の死後投資し、その額が1万ポンドに増えた時に、そのお金をこの渓谷に渡す橋を架けるために使用するようにと記されていたのです。そうして様々な人の手が加わり完成したこの橋は、軽量な馬車の交通のために設計されたのにもかかわらず、現代の自動車の重さにも耐え、現在も1日に1万1000台もの自動車が行き来しています。近くには橋を見渡せるカフェがあって景色が最高でした。クリフトン吊り橋に行った際には休憩カフェタイムに寄ることをお勧めします。次はブリストル大聖堂。中世の面影を残すこの教会と周辺の建物は映画やドラマのロケ地としてもよく使われていて、多くの人が訪れています。12世紀に聖アグスティヌス修道院としてローマ様式で施工され、16世紀にはノルマン様式により大聖堂として建造された建築です。ブリストル大聖堂のすぐ近くにバンクシーの作品を見つけることができます。まずはこちら、2006年に当時性感染症クリニックだった建物の壁に描かれたものです。次はこちら、これは2011年に描かれたもので、壁の開口部分を組み合わせて笑顔を作り出した作品です。ご紹介するのはホットウェルズ。ブリストルの中心地にあるハーバーサイドを歩くと、ホットウェルズと呼ばれるカラフルな家が並んだところに行けます。この3段に連なる鮮やかな色の家並みはブリストルの新しい街のシンボルになっています。 The Girl with the Pierced Eardrum、 こちらもバンクシーの作品で、オランダを代表する画家フェルメールの真珠の耳飾りの少女をバンクシーが表現した作品です。少女のイヤリングを屋外のセキュリティアラームに置き換えている、とても面白い作品になっています。この作品は2014年10月に描かれたもので、ブリストル港にあるブリストルマリーナ側にあります。ここからは先ほどご紹介したホットウェルズのカラフルな家並みも楽しむことができます。古くから交易都市として栄え、ヨーロッパ中の船が集まる貿易港だったブリストル。
一度衰退した時代もありますが、高度な製造技術を持っていたことから、飛行機や自動車など機械工業の街として活気を取り戻していきました。第二次世界大戦時に大きな被害を受けたものの、再開発が進んだ現在、ブリストル大聖堂をはじめとする歴史的建造物とアートやエンターテインメントが一度に楽しめる街になりました。イギリスにはロンドン以外にも素敵な場所がたくさんあります。これからもそのたくさんの魅力をこのチャンネルを通してお伝えできたら嬉しいです。